ラウール主演映画、赤羽骨子のボディガード、主題歌、ブレイクアウトと渡辺翔太主演ドラマ、チンタオ君は意地悪、主題歌、君は僕のもの、を収録。7月31日に発売となるスノーマンの 11th シングル、ブレイクアウト、君は僕のもの、のジャケット写真、新ビジュアル、収録内容がメントレコーディングのオフィシャルサイトで公開された。両英面シングルとなる本作には、ラウール主演映画、 赤羽骨子のボディガードの主題歌でロックテイストなダンスナンバー、ブレイクアウトと渡辺翔太主演ドラマ、チン太郎くんは意地悪の主題歌で、明るい王道ラブソング、君は僕のものを収録。タイトル未定となっていたカップリング2曲、通常版に収録のタイトルと詳細も明らかとなった。そして、初回 A 版、初回 B 版、通常版のジャケット写真も解禁。 初回 A 版では、エッジ、ハード、ストリート感をテーマに、攻めのスノーマンを表現。初回 B 版では、柔らかさ、夏の休日、爽やかさをテーマに優しいスノーマンを表現。通常版では2曲の世界観をバランスよく伝えるために、攻めと優しさを交えた構成で表現した。また、今回新たに公開されたビジュアルは、君は僕のもの。 の世界観を表現する優しげなカラーのスタイリングで、すでに公開されているブレイクアウトのビジュアルとは対照的に爽やかな楽曲の雰囲気を表すカットが採用されている。